DMM ドリームクラブミサイバー緊急報告、はい、ラフィエスタの2018、はい、オーザンファームでございます。はい、この馬も、まあ、順調ですね。そうですね、ちょっとやっぱ前回見てる時、うん、ちょっとトモ疲れてトモ吸ってたところあって、うん、ですけど今回見たらそれも解消されてて、まだちょっとこれ緩さというかこの 馬の品は良くて形は整ってるんですけど、まあ、中身ではちょっとまだ若干、うん、トモするっていうのはこう引きずるような、そうなんですね。だからちょっと訂正がやっぱちょっと擦れちゃってるとか、うん、あこれ馬房とか普通のマシンの時でもちょっと吸ってる、うん、ちょっとトモに疲れあってそれを引き上げてこう来るのにちょっとまだ体力なかったのかな。要は足が上がらないから引きずってたんですね。そうですね、うん、それがやっぱ良くなってきて、うん、やっぱそこはやっぱノーザンファームのスタッフの方だと思うんですけど、うん、それもいち早く見つけて、うん、あじゃあもうリフレッシュ乗る、リフレッシュ乗って、うん、なるべく馬が動きたいような状態に持ってきてもらって、そのままほっといちゃうとまた良くないよ、どんどん調教積んでいくと、うん、それがだんだんこう友が疲れてきてこうダーッとなってきて、うん、鍛えればつきますけど、うん、馬を動かして動いてるから筋肉つくだろうっていうなんですけど、うん、疲れて使ってなかったら筋肉がつかない、うん、やっぱいい時にそうそう、あのちゃんと階段も食べて調教もやってってやっていくと、はい、馬がこう良くなっていくですね。そうですね、人間と一緒ですね。体調悪い時はね食べられないですね。ちょっと風邪気味になってない、ちょっとね今あれなんですけど、今日お酒控えてください。正直ね、うん、あの年明け1月のその最後締め切りの時まではやっぱ冬毛もモコモコですし、うん、やっぱそんなによく見えないかもしれないですけど、はい、まあ、これねこの血統見てもらったらもう、うん、もういい馬では間違いなかったですし、良くなってくるのは間違いないですね。そうですね、今これで落ちたからって言って、はい、まあ、競馬はまだまだ先なんで、うん、まあ、その辺はしっかり見ながら進めてくれるノーザンファーム、天からノーザンファームですけど ね、はい、これは成長曲線で言うとちょっと遅いかなと思いますけど、うん、でもそんなにもう秋以降になるのも来年目下みたいな感じもないですし、池添、うんうん、大先生、マラムさんも、うん、もう早い段階で、うん、今順調に乗れてるしねって話して、うん、まあ馬の様子見て、はい、どういうタイミングか、うん、ぜひ乗ってもらいたい、乗ってるところを撮りたいですね、池添学先生の、うん、上手な方です、ね、上手ですよ、うん、最近乗ってないとちょっとまだ太られてるんで、そうですか、指摘したら一応昔前に比べて大変痩せよと言われて、あそうですか、でも今走ったりしてもうダートコースもしっかり乗ってる、まあ、こういう血統の馬って良くなりだすと一気に良くなりますよね。そうです、ね、だからあんまり慌てないことが大事かなっていう、はい、こう変わっていく姿を見ていっていただきたいな、そうですね、感じですよね。そういうつもりでいるんだよこちら、うんうん、まあ、本当に焦っていう使うようなタイプでもないですし、うん、で厩舎もそういうタイプですし、うん、本当に池田先生も本当前ね、ノーザンハムよりチェック行かれて、うん、僕も牧場周りにしたらよくグリュートとかにも合うんですよ。ああそうです、すごい牧場周りにされていろいろ馬見られてて、気象はどうでしょう、この馬はおとなしいです、はい、これは品があっておとなしいですね、うん、なんでそこが逆にあの疲れるか疲れてないかってなかなか見分けづらいところの中で、出さないからね、はい、ですけどこう爪の具合とか筋肉とかでスパッと見つけてスパッと休ませるっていうのがやっぱ課題が出るのが悪いっていう風なところに、はい、今課題出た方が正直いいんで、旧車カラーにも合いそうな馬ですか、ね、あそれは思いますね、うん、はい、本当にたくさんクラブのいい馬入ってる中で、うん、本当にその中でもしっかり競馬を使って、うん、っていうのを本当にイメージされた競馬使ってるんだなってすごく感じますし、はい、分かりました、じゃあ期待したいですね、はい、はい、この若い先生ぜひ期待します、はいはい、よろしくお願いします。